度、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。これまた喋っていいやつですか？はい、はい、で、あの出落ちじゃないですよ、いいですか？もう一回3、2、1からやっていいですか？いきます、3、2、1、ドゥルルルーン、ダンスエボリューションアーケード踊ってみた祭り特別企画。なんだっけ、タイトルがすっげー長いんだよな。ダンスライドゆくらがダンスエボリューションアーケードのモーションを担当した記念ニコ生大放送。投げタイトル長っ。おー、いや、皆さんいらっしゃいませ。今日はニコ生放送来ていただいてありがとうございます。というわけで始まりました、ダンスライドのいくらです。やっほー、みんな見てる。はい、そんな感じでですね、今日はなんとこんなすごい、何これ、スタジオからお送りしております。すごいでしょ、皆さんにはどう映っているんでしょうかね。はい、セットがゴージャスですけれども、実はこの私がいる空間は真っ黄緑でございます。はい、いくらキャスター、緑に見える、緑に見える人は逆にすごいなって私は思うよ。うん、そうですね、立派なスタジオやな、ありがとうございます。ニュースキャスターみたい、ありがとうございます。いや、ニュースキャスターになれたらいいですね。将来の夢はニュースキャスターです。嘘です。はい、ということでですね、皆さん、今回このニコ生放送はダンスエボリューションアーケードの私がモーションを担当した記念というわけでですね、皆さん、ダンエボプレイしましたか？ドゥアンエボプレイされましたか？お、した、やってる、もちろんやった。おお、まだ、おお、へ、やってない方が多い。毎週やってる、すごい。毎週何曜日にやってるんですかね、気になりますね。お、まだやっていない方が結構多いですね。はあ、なるほど。っていうか、皆さんにちょっと聞いてほしいことがあるんですけども、聞いてほしいことというかお願い事があるんですけど、この台本ね、あるじゃないですか、この台本なんですけど、今日のこの台本にもうダンスエボリューションって書いてあるんですけどね、ダンスエボリューションって長いじゃないですか。だからちょっとダンエボって略させてもらってもいいですかね。いいですかね。ペラペラ、お、オッケーオッケー、ダンエボ。そう、ダンスエボリューションアーケードはダンエボと今度から略していこうと思います。オッケーオッケー、ありがとうございます、助かります。まあ、この台本、今後ここからダンスエボリューションっていう台本には載ってないんですけどね、っていう、こうやって言ってって書いてあったんで言ってみました。はい、いいのか、これで、この放送はこれでいいのか。はい、という感じで始まっておりますけれども、今日はね、ゲストの方もいたりとかするので、皆さん最後までお楽しみくださいませ。はいはい、コメントが見れない、コメントが見れない。はい、イエイ、ツッコミがいないと不安。大丈夫、私は今日はボケでは、ボケ発言をしないように頑張りますので。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、とりあえず今回ダンエボ踊ってみた祭りということで、明日7月18日木曜日より、なんと5週連続で新規楽曲が踊れるようになっちゃいます。皆さん、まだダンエボをプレイしたことがないという踊ってみた大好きなそこのあなた、ぜひぜひ明日から毎週遊びに行ってはどうでしょう。という感じでですね、第1弾、明日は第1弾の発表なんですけれども、第1弾はなんとサイバーサンダーサイダーでございます。ダンエボやったことがある人は分かると思うんですけれども、ゲームを開始するとゲーム内のキャラクターが踊ります。それに合わせて、モーションキャプチャーっていう技術を使って皆さんも前で踊ってもらってゲームをするというね、ボタンとかパネルを一切使わずにダンスのみで体を使ってゲームをするというゲームでございます。はい、どんな技術ですか？まあ、それはググったりしてみてください。
私もちょっとモーションキャプチャーモーションキャプチャーやりましたけれども、あのキネクト、そうですキネクトですね、一回やってみせて、うーんちょっとあれですね、やりたいの山々なんですけれどもね、ちょっと今は難しいかもしれないですね。皆さんあのゲームセンターの方に行ってダンスエボリューションプレイしてみてください。そしたら一番百聞は一見に聞かずですんでね、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで次は、ダンエボやったことある、ダンエボの説明をしたから次は、はい、すいませんでした、ちょっと待ってくださいね、ちょっと私一人で超不安なんですけど大丈夫ですかね、頑張れっていうコメントお待ちしております。はい、ということで、モーションキャプチャーという技術を使ってやったこのゲーム第1弾はサイバーサンダーサイダーを追ってくださった、方をゲストでお呼びしようと思います。サイバーサンダーサイダーは先生と僕の先生の、ケイスケさんがモーションキャプチャーを担当されたそうでございます。なので早速今日はゲストとして来てくださったのでお呼びしたいと思います。ケイスケさんどうぞ。頭から、はい、いらっしゃいませ。どうもこんにちは。やばいやばい、ちょっとはじめまして、よろしくお願いします。いやこれで大丈夫、ね、私ちょっとね思ったよりダメだったなって思って、なんとかいけるだろうって思ったんですけど、この雰囲気ちょっとやりづらい、ね、やりづらい、ちょっと静かですもんね。うん、なんかこうちょっと盛り上げとか欲しい、盛り上げとか欲しいですよ、ね、ちょっと大丈夫なのかなこの2人で、なんかちゃんとお話しするのも、そうだね、初めてなんですよ。何度かなんかダンマスとかでダンマス何回かね、超パーティーとか挨拶っていうぐらいはあったと思うんですけど、うん、ですけどね、ちょっとまあ、いやもうめちゃくちゃもう美人、いや美人さんです。もういやそんなことないですよ。顔が小さい先生見切れてる、すいません嘘でしょ嘘でしょ、ちょっとこっちに寄りましょうこっちに寄りましょう、はい、ちょっとねカメラの不具合がありましてですね、そうですね、講義意外と狭いんですね、ここ。それからリハーサルの時より先生がちょっと成長したかなんかそういう感じかもしれないですね。リハーサルの時は見切れてなかったんで、どういうこと？ちょっと今本番でちょっと見切れてるということはちょっと成長しちゃったかもしれないですね、うん、はい、そうですね、そうですねというわけで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれどもね、ケイスケさんの説明をさせていただきます。説明って書いてあるけど、はい、失礼ですよね、ご紹介をさせていただきますね。はい、今回ダンエボに追加される楽曲サイバーサンダーサイダーのケイスケさんが振り付けした動画はなんと28万再生を超えるヒット動画になっているんですか。ありがとうございます。すごいですね、28万再生を超える。これ実はさっき知ったって、ね、さっき言ってましたよね結構20万ぐらいはちょっと把握できてたんだけど、こんなにも伸びてるとは思わなくて、大反響でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。というヒット作のサイバーサンダーサイダー踊ってみたの動画振り付けが今回ダンエボに入るというわけで、どうですか。そうですね、もうゲーム機に入るっていうのがもう信じられない、信じられないもう夢のようっていうか、だって昔こうやってゲームセンターに遊びに行ってて、なんかこう自分がプレイしてたのに、はい、それがね、自分が振り付けしたものがこうゲームセンターのゲーム機に入ってみんながこう遊んでくれてるっていうのはもうめちゃくちゃ感動しました。もうなんかちょっとあれ映像とか見させてもらったんですけどね、うん、めちゃくちゃ ねすごいよね、あれ感動しますよね、うん、モーションキャプチャーをやったあのスーツから、あれね、あのこの点々点のやつね、ポチポチがついたスーツからまさかあんな映像ができるだなんて、あれ来たらね、すごいよね、感動しますよね。はい、そんな先生ですが、そのサイバーサンダーサイダー以外にも、はい、多数に振り付けを行い、先生と僕だけではなくギルティーハーツさんや娘さんなどでのチームでもご活躍されているというわけで、はい、ありがとうございます。いやー、はい、娘さんの方ではもう裏方に、そうですね、娘さんの方では、はい、最初の方はちょっとチラチラ踊ってたんですけど、うん、ですよね、うん、最近はちょっと、うんうん、あの振り付けだったり、うんうんうん、こう
サポートの形でちょっと関わらせていただいてるんですけど、なるほどなるほど。じゃあ他にもいっぱい振り付けが使われるといいですね。そうですね。ですね、はい、今回も明日から発表というわけで私すごくワクワクなんですけれども、実際にこうゲームセンターに行ってやられたりとか思ってるんですか？いやもうぜひやりたいと思ってます。これはこれはもうやります。でももう絶対パーフェクトじゃないですか、そんなの。自分で出るのかな、それってどうなんだろう。意外と出なかったりして。大ボチ大はプレイされたことはありますか？ないんだっかな、多分なくて、1回ゲームセンター行ってあの誰かがこうやってるのは見たことがあって、すごい機械やなと思って。結構すごいですよね。結構ごついやん。そうなんです。結構僕が行ってた世代の時は、なんかもう踏むだけとかだったので、そうですね、なんかもう踊っててなんか画面反応してるし、どういうゲームやねんみたいな、結構すごい画期的なゲームですよね。もうボタンとかパネル一切使わずに、道具を使わずに、もうこの自分自身の体がまさにリモコンとなって操作するわけで、コントローラーみたいなもの、コントローラーとなって、はい、すごいですよね。はい、そんなゲームでございます。皆さん明日から配信ですよ。皆さんもやってくれますよね？やってくれますか？でこのね、ラグがね、また難しいところでありますが、おーイエーイ、おーイエーイ、おー盛り上がってまいりました。ありがとうございます。やるやる、いいとも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 、うおいいとも。なるほどなるほど、嬉しいですね、やっぱり。いや嬉しい、ぜひやっていただきたいと思います。いや実は私もこの前ね、やらせていただいたんですけども、実際に。お、どうでした？結構難しいです。あ、結構難しかったですよ。はい、へえとか。いや、あの振り付け、こういうのとか、こことか難しいですよ。そうね、はい、ちょっとあの見たいんですよ、実際に。やっぱり振り付けされた方が隣にいらっしゃるんですから、もうせっかくだからちょっと生で皆さん見たいですよね。やっちゃう？やっちゃいましょうよ。でも、はい、機械ないよ。機械は、そうですね、裏とかな、あ、ないこう、これね、こうテレビ、あ、ことかにないですか？こう、こう、こう持って、あ、ないですね、ちょっとないと思いましたけれどもないんですけれども、なんとですね、できるんです。え、できちゃうんですか？できちゃうようになってるんです。やっちゃいますか？はい。今日はできるようになってるんです。ここはバーチャルの世界なので、ぜひぜひ。じゃあ、やってください。魔法を。はい。魔法を使って、プレイできるようにしますんで。本当ですか？はい。しますんで。じゃあ、はい、やりましょう。やりましょう。こんな感じで。すごいよね、でも、この。異空間。うん。はい。なんで、じゃあちょっと、少しだけ準備が必要なので、はい、一旦 CM の方に踊ってみた祭りの、CM の方にね、台本の入らせていただきたいと思います、はい、それでは後ほど。後ほど、さよなら。
ございましょうか。始まってますか。お、はい、どうも。私たちにはコメントの画面すら見えておりませんそうだね、何が起こってるかわからないよねこれ公開処刑のようになっておりますが、うん、早速、圭介さん本人、ご本人に。でもこれさ、はい、せっかくやるんだったら、うん、いくらちゃんもどう。私はあの前回ちょっとやってみて思ったんですが、うん、やっぱりサイバーさんの中で踊ったことないんで。やろうよ、ね、せっかくちょっとね、今日ゲームプレイの手でやりますけど、うん、ちょっと難しいかなっていう。え、みんなやってほしいよね。いや難しいよね。ちょっとコメントが見えない。って言ってもコメント全然見えないわからないコメントが見えてませんけれども、きっとやってほしい、やってほしいって言ってくれてなってますかね。やろうよ、せっかくなんで。じゃあゲームをプレイしている手で、うん、はい、やっていただきたいと思います。勝負は絶対負けるでしょう。まあでもまあ勝つ気持ちでやります。パーフェクト目指そう。パーフェクト、はい、パーフェクト目指してやりますでは早速いきましょうか。いきますか。はい、よし、じゃん。大丈夫かしら。これ先生、あの喋っても大丈夫なの。あ、そっか。来た。
あれこれも映ってんの？お、まだかな。もう映りましたかね。はい、戻りました。ただいま。お帰りなさい。ただいま。お帰りなさいませ。はい、というわけでちょっと画質の方がなんか悪かったみたいで、ちょっと悪かったみたいで、もったいないです。すいません、もったいない。もったいない。でも皆さんはダンエボをプレイしに行ってください。はい、はい、ホームページとかで見たら、そうですね、やられてる方、振り付けされてる方が見えますよね。きちんと見れるし、なんかあのポスターみたいなちっちゃい貼られるみたいですよ。え、今回の今のコマーシャルで使われたような、あ、そうなんだ、はい、やつが貼られるみたいなので、ぜひぜひそちらの方で詳しくチェックしてみてください。そうなんや、もうちょっとした、はい、ちゃんとした写真送ればよかった。あれ完全冬場の写真でさ、あ、急いで送ったもんやから。結構季節違いでしたね、うん、まあまあでも大丈夫です。いいか。はい、大丈夫です。巣の方がちょっと目立つんで。わかんないですけど。はい、というわけで戻ってまいりましたが、先生、はい、告知などあれば、ここでやっちゃいましょう、やっちゃいましょう。なんかいきなり告知とか。全然告知。ちょっとさせてもらっちゃっていいですか。はい、しちゃってください。ですね、ちょっと近々、7月20日土曜日、渋谷ウームで、踊るウーム夏祭りというイベントがあるので、うんうん、そこにはなんとゲストで MC あの山田久志さんなど、あと堀江貴文さん、あら、もうなんかもうゲストがもうすごすぎて、すごいですね、わけわかんないイベントなんですけど、踊るウームさん、はい、すごい、なんか踊ってみたら、うんうんうん、あの PCF さんとか高速猫カノンとか、はいはい、なんか先生と僕も一緒に出るんですけど、なるほど、いっぱいあのチーム流星群とか、はいはい、いろいろ出るんですけど、はいはい、ぜひぜひあのお越しいただけたらと思います。いいですね、夏祭り。ぜひ。あ、行きたいです。ちゃんも。はい。出させてもらえないかな。本当に来る？行きたいです。行きたいです。みんな来てください。はい。皆さん一緒に行きましょう。はい、あともう一回だけ、ね。どうぞどうぞどうぞ、いっぱいしてください。7月26日に、はい、これはちょっと個人的なことなんですけど、うんうん、7月26日金曜日。はい。ちょっと個人的にダンスワークショップ的なことをしてまして、おー、これすごいあの僕がダンス始めた頃からすごい夢でして、うん、で第2弾ということで東京で今回行われるので、すごい、よかったらあのツイッターなどでね、なんかいろんな詳しい詳細とかは載ってるので、うんうんうん、よかったらチェックしてください。はい、チェックしてみてください。ワークショップレッスンみたいな感じですか？そうですね、なんかあのちょっとボーカロイドとかは使わなかったりするんですけど、はい、なんか他の踊り手さんがやってないような、うんうん、ちょっとあの普段やってるレッスンプラスアルファ、なんかちょっといろいろみんなにこうダンスのきっかけを与えられたらなと思って、素敵ですね、やらせてもらってるんですけど、行きたい、ぜひぜひお越しください。いや、よろしくお願いします。はい、はい、以上。先生、他に告知はもう大丈夫ですか？あ、もう大丈夫です。あ、なので私の告知をじゃあおさせていただいてもよろしいでしょうか？どうぞどうぞ。まあ、そんな、まあ、見てる方なんて限られてくると思うんですけれども、私もさせていただきます。はい、ダンスロイドからお知らせでございまして、月に2回の定期公演を行っております。はい、ダンスロイドさん月に2回定期公演を行っておりまして、一つは秋葉原ツインボックスで行っているダンスロイドパーティーという DRP と略して言うんですけれども、定期公演と、もう一つは、次の公演が8月10日土曜日にある、毎月どこかの都道府県にダンスロイドが行っちゃうなんつあってツアーというものを行っております。お、次回は北海道でございます。なんと、はい、寒い寒い、涼しいのか、涼しい、寒いんですかね。はい、ナンツアーは、ナンツアーと DRP とちょっと構成が違っていてですね、ナンツアーってツアーはこう劇とかコーナーをやるようなちょっとはっちゃけたイベントなんですけど、DRP は毎月東京でやってるのは、ライブメインで行っているので、どっちも来ていただければね、楽しさ2倍です。ちょっと行ってみたいね。あ、ぜひお願いします。ぜひぜひ。毎月2回毎月2回ですね、東京と各地方いろんなところでやってる。ちょっと誰か一緒に、はい、あ、先生と誰か一緒に。いや、本当にでも行ってみたいな、はい、これ。あ、それこそ葵くんとかと一緒に、うん、ね、はい、ぜひぜひ遊びに行かせていただきます、うん、ゲストとして出ていただけても、なん出ていただけてもって、なんなんなん、出ていただいてもすごく嬉しい。ぜひぜひあの遊びに皆さん来てください、はい、という感じでございます。詳しくはダンスロイドのホームページを見てみてください。はい、はい、以上告知になります。そしてダンエボからもお知らせがございます。
ダンエボ踊ってみた祭りでは皆さんのゲームプレイの感想をお待ちしております、うん、ツイッターにてハッシュタグをつけてつぶやいちゃおう、つぶちゃおう、おう、ハッシュタグはハッシュタグダンエボ踊ってみた祭りとなります。上に出てますね、うん、上コメントに出ているのでこちらのハッシュタグで、ぜひダンエボ踊りに行ってその感想をつぶやいてみてください。これぜひぜひちょっと感想聞いてみたいですよね。特に一番気になりますよね明日ね、うん、これ明日解禁なんで。そうですよ、朝10時から解禁なので、はい、ぜひ感想を聞かせてください。はい、お願いします。ハッシュタグをね、はい、知りたいですよね、やっぱりね。知りたい、中の人としては一番やっぱり気になるところで、知りたいところ、はい、踊りの感想なんかいろいろね、うん、難しかったやらなんやらなんやらかんやらどしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、番組ももういよいよ終わりに近づいてきたわけですけれども、この拙い司会で楽しんでいただけたんでしょうかね。早いね、早いですね。なんかドタバタですでしたけど、ドタバタ、ね、ドタバタでしたけれども、トークのあまりできない、あまりできない2人が頑張りましたよね。頑張りましたよね。頑張ることが一番大事ですよね。はい、はい、今来たばっかりっていうコメントがありますけど、これはあのダンスロイドの、ね、定番のこう返しというかあれなんですよ。もうライブでもう後半ですって言うと今来たばっかりって思ったんだ。あ、そうなんや。叫ぶっていうね。嘘ばっかり、はい、嘘ばっかりって私たちが返してわーちゃんちゃちゃちゃんって締めるっていう。ちょっと何それ面白そうや。あの定番なんでぜひ今度ライブいらした際にはちょっとやらせていただこうか、はい、遊びに行く、はい、お願いいたします。はい、はい、そんな感じでしたけれどもいやーライブ皆さんぜひぜひプレイしてみてください、うん、もう今日はこれにつきます。はい、本当に近代兵器だね。はい、もうケイスケさんも他の近代、はいって言っちゃったけどはいって言っちゃったけど、それはどうなんだろう。まあ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 、すごいよね、はい、最近のゲームセンターも。そうですよ ね、 ね、画期的、あんなゲームができるだなと思いませんか。でかいでかい、ゲーム機器がでかいでかいね、すごいですよ。ケイスケさんもぜひゲーセンに行って、うん、他の曲もね、プレイしてみてください。やりたい、はい、ぜひぜひお願いします。そして来週はさっき出ていたんですけれども、うちのメンバーからマリエとマームが、マリエとマームって出てましたっけ、ちょっと見逃しちゃったんですけど、出ると思うので皆さんまた見てみてください。はい、ゲストの方もまたお越しくださいます。はい、というわけで本日はこの辺でお別れとなります。はい、また皆さん、早かったな、早かったですね。今日はありがとうございました。ありがとうございましたすいませんでしたはい、踊ってくれみんな踊ってくださいダンエボよろしくお願いします、はい、というわけで皆さんさようなら。さようなら、ありがとうございました。バイバイ。終わったかなこのすごいゆるい、これ終わってないじゃん。フェードアウトだ。だって20秒ぐらいまだ残ってるんだよ。あれ？おかしいですね。終わりました。あれ終わったの？終わりましたね。行っちゃいました私。